ボイスラブ・コシトニツァは、セルビアの政治家。ユーゴスラビア連邦共和国最後の大統領。セルビア共和国首相を歴任。現在は、セルビア民主党党首。博士号を持つ憲法学者。ベオグラードに生まれ、ベオグラード大学法学部を卒業。1970年に、同大学で講師の職を得るが、 地頭体制に反する言論から政治的粛清に遭い、1974年に大学を追われた。1989年にゾラン・ジンジッチラと共に民主党の創立に参加するが、1992年に路線対立から分裂してセルビア民主党を新たに決闘した。コシュトニツァはセルビア民主党党首に就任するが、小野党の党首に過ぎなかった。 2000年秋のユーゴスラビア大統領選挙で、セルビア社会党党首のスロボダン・ビロシェビッチ、大統領に対抗する民主党、セルビア民主党など野党勢力が結集して、形成したセルビア民主野党連合は、コシュトニツァを大統領候補に立て、9月24日の大統領選挙で勝利すると、選挙を無効と宣言する、政権側に対するデモを行い、体制転換を実現した。 これにより、セルビア民主党党首のコシュトニツァが、ユーゴスラビア大統領となり、民主党党首のジンジッチが、セルビア共和国首相に就任した。コシュトニツァは、ミロシェビッチ時代の国際孤立を改善し、国連加盟を果たして、ユーゴスラビアの復興を進めたが、急進的な改革を推し進めるジンジッチとの確執が、次第に深まった。一方、コシュトニツァ政権は、 ミロシェビッチ時代から進んでいたモンテネグロの独立志向を止めることはできず、2002年3月14日、ユーゴスラビア連邦をセルビアとモンテネグロからなる連邦国家からより緩やかな国家連合へと再編する代わりに、モンテネグロの独立を問う住民投票を先送りすることで合意が成立した。この年夏には民衆連合からコシトニツァのセルビア民主党が追放されて人質地と、 コシュトニツァの対立は決定的となった。秋にはセルビアの大統領選挙が行われ、コシュトニツァは現職の連邦大統領でありながらセルビア大統領選に出馬した。この選挙でコシュトニツァは人事地のオス候補を抑えて第1位の得票を得るが、投票率が50%に満たなかったために選挙は無効とされ12月30日より、 セルビア大統領の座は空席となった。2003年2月5日、ユーゴスラビアがセルビア・モンテネグロに改編されると、スベトザルマ・ロビッチがその初代大統領に選出され、コシュトニツァは大統領の座から退いた。同年12月28日にセルビア共和国議会選が行われ、コシュトニツァのセルビア民主党は極セルビア旧進党に次ぐ、 第2党に躍進した。これにより、セルビア民主党は連立工作の中心に立ち、2004年3月3日、コシュトニツァ党首は首相に選出された。2008年2月17日のコソボ独立には断固として反対姿勢を貫いたが、閣内は連立相手のボリス・タディッチ大統領を率いる民主党の独立への反対姿勢が十分ではないなど、まとまらず EU 加盟をめぐっても、 タディッチと意見が対立したことを理由に同年3月8日に辞意を表明。10日には連立解消を正式に決定した。同年5月11日に総選挙が行われ、コシにトニツァ率いるセルビア民主党は議席数を減らす結果となった。セルビア民主党はセルビア急進党、セルビア社会党との連立を模索したものの、セルビア社会党はタディッチ率いる。 民主党との連立を決め、個室に差引きるセルビア民主党は野党となった。ありがとうございます。